CRE-DJ1。 それは、水木氏が開発した初代幅級 CPU である。そして、その幅級 CPU はその後も第一世代の CRE-DJ1 から、第二世代の CRE-DJ2 へ進化しましたが、その後水木氏が CRE-DJ3 を完成させたため、Java Edition での幅級 CPU 開発は終わりを告げました。そう、Java Edition では終わりました。ですが、彼は今度は違うエディションでまた幅級 CPU を作り始めたのです。それが、今回ご紹介する CPU。CRED4。 こんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくりマリサです。今回は、どうやら水木氏の真の最後の幅級 CPU が見られるみたいですね。そうですね、一つ前の CRED3 の紹介動画の最後の方でも言っていましたが、Java Edition ではないみたいですね。これが、Bedrock Edition で制作された、CRED4 です。おお、これまでの CPU と違って、色がついていますね。はい、水木氏が、Java Edition で制作した CPU は全て白やグレーでしたが、Bedrock Edition で制作した CPU は全て色分けされていたみたいで、それでこの CPU も色分けされました。ちなみに、この CPU は ROM も含め、6色で色分けされています。それでは、実演にしたいと思います。まずは、プラス1を繰り返すやつです。4倍速です。ちなみに、少し専門的な話になりますが、このプラス1をするためのプログラムは、インクリ命令矢印ジャンプ命令矢印インクリ命令。ではなく、インクリ命令矢印インクリ命令矢印インクリ命令。となっています。映像の方では、あまり差は出てないみたいね。そうですね、まあこのプログラムを実行する速度は変わっていないので、当然っちゃ当然ですが。今回も、先代と同じ速度を達成してるんですね。あれ？ CRED-J3 の方では、日が沈みかけていますが、CRED-4 の方では昼間のままみたいですね。CRED-4 の方では、常に昼間になるような設定になっているので、変わっていませんね。それでは、次にずっと跳ね返る何かです。20倍速です。やっぱり、色が変わると、印象変わりますね。そうですね、ですが、やっぱりパッと見では大きなサイズの違いはなさそうに見えてしまいますね。あれ？映像の方では、新型の CRED4 の方が若干速いみたいですね。もしかして速度も、いえ、そんなはずは。先代の方がこのプログラムを実行する速度は速いはずです。多分、ラグ、だと思います。実は、CRED4 の方は、編集ソフトで20倍にしてますが、CRED-J3 の方は、マイクラのモッドで2倍速にして、それをソフトで10倍にしてるので、ラグである、ということを信じたいです。あ、そんなことを言っていたら、終わりましたね。それでは、スペック紹介。CRED4 は、8bit CPU となっていて、一度に0から255までの値を扱うことができます。8bit から6bit や4bit に削れば、簡単にサイズを減らすことができますが、そこは譲らないんですね。そうですね、まあそこは作った後からでも一応削れないことはないので、CPU としては 8bit として作ったんだと思います。あと、水木氏的にはそこ削って小型化するのはなんか違うらしいです。まあ、そこは置いといて次行きましょう。ALU は、速度やベースとなった加算機は同じですが、若干の小型化がなされているようです。前世代の CRED-J3 は、限界まで突き詰めるようにしてたはずですが、早速前世代を上回ってしまいましたね。これは、統合板にしたからですか？そうですね、統合板のガラスの、ハーフブロックと違いした方向にも信号を伝達できるという特性を利用しているところもあるみたいですね。じゃあ次にレジスタです。レジスタ容量は同じく7バイトのままですが、実はこちらも小型化がなされています。確か、レジスタはもうすでに完成形じゃ。それが、実はまだ改善の余地が残っていたんです。まあ、もちろん代償があって、いろいろ面倒になりますが、ちなみに、これも宝箱さんから教えてもらったみたいです。前も、宝箱さんからデコーダーを教えてもらってましたね。ちなみに、この CRED4 にも、CRED-J3 のエクストラみたいな機関があって、一度完成してから、それをベースにさらに進化させていて、レジスタの小型化も、その期間に行われていました。ちなみに、このレジスタの改造によって、レジスタの一部に使われていたハーフブロックがガラスブロックに変更されています。本当だ？
でも、これって意味あるんですか？見た目的な問題ですね。じゃあ、次は IO ポートです。IO ポートは、特に違いはありません。強いて言うなら、レジスタの命令デコーダーが変更されたのに合わせて、その辺の配線が少し変わってるくらいで、スペックは変わってません。あ、そうだったんですね。ALU、レジスタと小型化されてきたので、こっちも小型化を期待しちゃいました。IO ポートは、レジスタの隙間などもフル活用していたので、もうさすがにこれ以上詰め込むのは無理だったっぽいですね。アドレスの割り当ても、CREDJ3 から変わっていません。ロムは、デコーダーが大幅に小型化されました。まあ、その分制御が大変だったらしいですけど。あと、デコーダーの変更に合わせて、アドレスも逆になっているみたいですね。これは、ロムの一部を上から見たいですが、CREDJ3 までは、このようになっていました。特に、変な感じはしませんが。まあ、そうですね。それが、CRED4 ではこのようになりました。おお、確かに上下が反転したみたいな感じですね。まあ、特にそれによる問題が起きてるわけではないですが、アドレスも変わってますというお話でした。それでは、クロックです。クロック周波数は 0.625Hz、0.3125Hz の2段階変動式です。あちこち小型化してるのに速度が上がってるとはどういうことだ。まさかバグ技でも使ったのかって言いたいんでしょ。なぜ？バレた。だって台本にそう書いてあ。まあ、そんなことは置いといて。この 0.3125Hz という数字は、クロック回路自体はその速度で動作しているけど、実際に命令を処理する速度とは違いますってやつです。実質的な動作速度は 0.625Hz、0.208Hz、0.156Hz と3段階で変動しています。ちなみに、CREDJ3 の 0.625Hz、0.208Hz は実質的な速度で、実際にクロック回路は 0.625Hz、0.3125Hz となっています。水木氏独自の高速化回路が組み込んである影響で、こんなややこしいことになっていますが、実質的な速度だけ見てもらえば大丈夫です。実質的な動作速度の方は、3段階で変動するようになったんですね。はい、まずジャンプ命令かどうか、で 0.625Hz かそれ以外となります。つまり、ジャンプ命令じゃなかった場合のみ 0.625Hz で駆動するといった感じです。そして、ジャンプ命令だった場合、0.208Hz と 0.156Hz のどちらで駆動するかですが、ジャンプ命令で、条件を満たしていたかどうかで 0.208Hz か 0.156Hz かが決まります。条件を満たしていなかった場合に 0.208Hz で、満たしていた場合に 0.156Hz で駆動するように作られています。最後に一番大事な回路サイズです。サイズは、全世代の 9×27×32 から 9×26×29 に小型化しました。おーおーおー。全世代で限界に挑戦したはずでしたが、それをさらに越してきましたね。限界なんてもの存在しないってことですかね。いやいや、さすがにそれはないでしょ。じゃないと水木氏が小型化の沼に支配され続けてしまう。まあ、これで全てですね。実演は最初の方にやったし、あと気になるのは、そういえば、命名規則が若干変わったみたいですね。ああ、その説明を忘れていましたね。その辺に関しては、CREDJ の J は Java Edition っていう意味だったので、ベッドロックエディションで制作された第4世代では J だけ外されたって感じらしいです。でも、それなら J の代わりに B にしなかったんですか？実は、それにも訳があって、水木氏は Java Edition で CPU を作り始めるよりずっと前からベッドロックエディションで CPU を制作していました。そして、その CPU の名前が、NX Red だったんです。ちなみに、今は NX Red の最新世代は NX Red 6 になっていて、最大 10Hz で動作可能になっています。なので、Java Edition の CPU の名前には J が入っていますが、Bed Rock Edition の場合は B ではなく、M、みたいですね。まあ、なので、今後も Java Edition で制作されれば CREDJ になります。そうだったんですね。それでは、これで動画を終わりにしたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。